19日に開催される予定の馬宿に三重市長対抗駅伝に向け、先月28日、伊勢市選手団の結団式が開かれました。この日、伊勢市にある三重電子スマイルアリーナ小畑で、伊勢市選手団の選手をはじめ、監督やスタッフなどが参加し、馬宿に三重市長対抗駅伝に向けての結団式が行われました。県内29の市と町から選ばれた代表選手が、津市から伊勢市までの10区間、42.195キロで、速さとチームワークを競うこの駅伝大会。3年ぶりとなる今年の大会は、2月19日に開催されます。結団式では、選手たちが紹介されたほか、選手を代表して、皇學館大学2年の倉野佳奈選手が、決意の言葉を述べました。全員が全員の思いをつないで、一人一人が全力で走って、たすきをつないで、競うまで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。また、市長対抗駅伝伊勢市実行委員会の向井秀典会長が、三重県や伊勢市に元気を与えていただけるような走りをぜひお願いしたいと思いますなどと、激励の言葉を送りました。馬宿に三重市長対抗駅伝は2月19日日曜日の午前8時45分に津市の三重県庁前をスタートし、伊勢市の三重交通グループスポーツの森伊勢までの10区間 42.195キロで競われます。伊勢市は第1回と第7回大会で優勝しており、前回令和2年に開かれた第13回大会は5位でした。